ごきげんようリオロスです。それでは本日も黄色のコルダ3やっていきましょう。はい、もうどんな新人が来ても驚かないよ。多分あと6日、今日も朝練だがだがって何、ちょっと今日や起こしに行こう。リツはいないし今日やも来るかわからない。あ、そういえばそうだな、気が重いか、森の広場に行こう。じゃあいる人だけで練習しようぜ。やっぱりこの3人しかいない。おはよう、リオロスちゃん。先輩、おはようございます。今日やならまだだよ。もうそろそろ来るんじゃないかな。来る？来たー眠そうだふわー。よー。また眠そうですね。こないだといい、今日といい。今日や先輩、やる気あるんですか？たくうるせえな、やる気がなけりゃそもそも来ねえだろうが。昨日来なかったけどなはは、そりゃそうだ。さて全員揃ったね。リツがいないから今日は自由曲だけだ。早速練習始めようか。へいへい、とっとと終わらそうぜ。そうだよ、みんなでちょっとアンサンブル完成度上げないといけないんだよ。4人で自由曲を練習した。なんか対立してんなもう対立してる空気出してんな。ち、うん、見事なまでに音がバラバラ。全く合ってなかったね。だからみんなの習熟度上がってないもの、私だけでも上げてんの。ま、音楽性の不一致ってやつだろ。合わせる合わせないの問題じゃねえよな。そんなことで言い訳しないでください。キョウヤ先輩の音が走りすぎなだけです。もっと周りの音を聞いてください。走りすぎ、はあ、俺のせいかよ。お前の音がちんたらしてるだけだろ。むしろお前が俺に合わせろっつんだうわーな。アルちゃんなんでお前走ってきた今。リオルちゃん、おはよう。どう、なんあ、そっか、別にここ、これ学校の中じゃないの？公園だっけ？学校の中だよな。朝からご苦労様でーす。あ、アルタ、お前こんなとこまで何しに来た？どうせ敵上視察かなんかだろ。ブー、ハズレー。たまたまランニング中に音が聞こえたから見に来ただけ。おお、やばい、恥ずかしい演奏を聞かれてしまった。それを敵上視察と言うんだ。あ、確かに確かに。え、そうなの？でもマジで視察なんて気全然ないんだけど。ないだろうな、この感じは。だってさ、こんな演奏レベルならわざわざ聞きに来る価値なんてないでしょ。おお、言っているね、言ってくれんね。煽ってきたね。こんな演奏レベル言われた。こんな演奏レベルだと？今聞いてみてわかったもんね。清掃って音バラバラ、やっぱ俺らの楽勝じゃん。全国に行くのは死生観の決まりだね敵の真っ只中でよく言う死生観の決まり。あ、やべ、遅くなると先輩たちに怒られるんだった。じゃあ、アルちゃん、リオルちゃん、またね。なんかでもいい刺激をくれたな。いい刺激をくれたぞ、これはきっと。やれやれ、騒がしいやつだったな。ん？聞く価値のない演奏レベルか。ほら、なんかちょっと、全国に行くのは死生観で決まりとも言ってましたね。なんか二人の息が合い出したぞ。舐めやがって、お前遅いよそれ火つくの遅いって。今日や、おい、ある、分かっています。なんで急に息合ってんの君ら。あなたに、いえ、死生観に舐めてかかられるなんてこれ以上の屈辱はありません。キョウヤ先輩、せいぜい本番では死生観ぶちのめしてやりましょう。何がどうしちゃったの？ザリメだろ。え、キョウヤ待ってろよ、死生観。未完成の演奏を聞いてせいぜい気を抜いてやがれっつんだ。俺たちの音楽が完璧に仕上がった時、全国に行くのはお前らじゃねえ、俺たち清掃だ。何なんだろう。なんだかんだ言って言え、なんだ、吐き上がんなかったのに、煽り一発でこれだよリオロちゃん聞いたかい？さっきの彼の言葉でどうやら二人の闘争心に火がついたようだよ。
アンサンブルにいい影響が出ることを祈っていようか。え、なんだよ、なんだったんだよ簡単じゃないか。もう京也は煽ればいいんだな。うん、ん、なんだ、城島匠、そんな僕が使ってたのに。おいおい、先輩に逆らおうってたの。お、なんだなんだ。でもいじめか。練習室を奪おうとしてんのか。練習室に誰かいるようだ。気にしない自分には関係ありません。いや、入ってみよう。突撃だ、行け。誰徳は今取り込み中なんだけど。なんか知り合いだよ。やれやれ、君は何か誤解をしているようだ。今村真澄、僕ら練習室が満杯だったから彼に譲ってくれるよう交渉していただけさ。交渉だったか今の。このガダニーニを弾くためにね。ガダニーニ、君もバイオリストの端くれならガダニーニは知っているだろう。いや、初めて聞きました。ガダニーニの自慢をする人に対して。自慢だったか今の。それなら外で弾けばいい。横入りは良くない。よくわからないいや、ここはガツンと言ってやろう。ガツンと、うん、横入りは良くないよ。どうやら分かってもらえないようだね。僕は悲しいよ。私も悲しいよ。うん、所詮そんな安っぽいバイオリンで満足してる君だ。分からないのも仕方ないのかな。あ、そういえば今回の主人公のバイオリンってどんなやつなんだろう。今までは妖精にもらったやつだったのに。あ、北西。お、今日や、今日や、どっから入ってくんのお前。窓から、窓から来るか今度は保護者の登場か。保護者だと、私だ保護者はこっちだ。うん、君もガダニーニの価値が分からぬ愚か者の一人か。なんで、この高校生の喋り方じゃないから。だからそれも何なんだこの辺りの高校生は。価値以前の問題だろ。どういう意味だ。聞き手の実力が伴ってね。お、煽ってる今回煽り合戦だ。貴様、この僕がガダニーニにふさわしくないというのか。貴様が出たそう聞こえなかったなら耳鼻科行くことを進めるぜ。言わせておけば。もう君、弓をそう取り出すの好きだね本当に。落ち着けよマスミちゃん。だったら勝負すればいいじゃんなんだこいつは。勝負？なんだそれ。うん、それはいい提案だな。マスミちゃんの口調がおかしいんだよ。ならば聴衆に判断してもらうのが一番シンプルでわかりやすい。おのおのバイオリンを演奏し、より多くの聴衆を集めた方が勝者だ。おお、じゃあチャルダッシュやればいいんじゃない。よもや異論はないだろうな。血の気の多いやつらだな。あ、北西、お前が言うかお前が言うか、血の気の多いけど売られた喧嘩は買ってやるよ。場所は正門前だな。暑いの好きじゃないが仕方ないな。あそこなら人が集まりやすい。じゃあ決まりだ、さっさと始めるぜ。なんだなんだ、ほんとバトル漫画のノリだなこのゲーム。貴様だってまず先にガダニーニを奏でる同級生今村が演奏した。今村、たくさんの生徒が興味を惹かれたように集まってくる。ふん、どうだ、これがガダニーニの力さ。今村は不敵な笑みを浮かべている。いや、もうなんか僕今村好きになってきたなちょっと楽しいぞこいつ。はいはい、動画機は分かった。次は俺の番だな。何弾くの。アイネクライネのハートムジーク。なんだこれ、聞いたことあるような聞いたことないような。多分家中の CD 探せばありそうな気がする。あの子オケ部のミスズ、もしくはミレイちゃん。いい音色ね、黒木ミレイ。かっけえ、いぶき。おい、分かってるって、今村勝たせりゃいいんだろ。え、なになになに、桜は大したことねえな。所詮オンボロバイオリンだからな。奏者も楽器もしょぼいんだろ。はは、違いねえ。京也の演奏を妨害する行為に対してやめるように言う。
行き通る、あれ行き通るでいいんだっけこれ。え、京也なら心配ない、これだ、私は京也を信じてるよ。ん、京也が一瞬こちらを見た気がする、ウインクでもしてこいよ。じゃあ一気に行くぜ。おっと、ギアチェンジだ、トップギアだ。何何何、出たね。あ、そうだそうだ、これがあった、これがあった、京也には。これはすごい、すごい、マエストロフィールド。なんなんだよこれ。やっぱどっかのテニス部漫画みたいな流れになってるぞこれ。マエストロフィールド、それは優れた演奏者が持つと言われる、聴く者に曲のイメージを視覚的に見せる力である。なんで有名なんだやっぱりマエストロフィールド。ブラボー、ブラボー。こんなのはまぐれだ、負けを認められないのはみっともないぜ。ついでに教えてやるが、そのガダニーには偽物の、そうなの、はあ、な、何、あんたの歌濁った色してんだよ。たとえあんたが本物のガダニーニを使ったって、俺は負ける気がしないぜ。所詮あんたにはその偽物がお似合いってことだな。くそー、バカにしやがって。行こうぜマスミちゃん。おいおいおい、帰んのかよ。あーじあ電池切れた。京也の電池が切れちゃった。何満足そうな顔してんだか、お前だそれは。それはお前だ、完全にやりきった男の顔してんの。じゃあとっとと中に入ろうぜ、いつまでこんな炎天下のところにいたくねえからな。京也、やるときはやる男京也。あれあれあれで結局私ら二人でどうすんの。あの一年生の子が掴むんじゃなかったの、いいの、あの子どこ行ったの。あ、もう僕らが試合してる、戦ってる間に使ったのか。よし、どうしよう。あ、お前暇なのか。暇じゃないよ、みんなのレベル上げるので大変なんだって。ほら、ハルキュン32だぜ。どうすんだよこれ。こっちはまだいいけど、こっちは大地、冬の大地じゃないや、アイニュクライネの大地。いやもうちょっと皆さんお願いしますわ。ちょ練習してこう、二人練習。なんで私みんなを育てていかなきゃいけないのこれ。いつの間にそういうゲームになっちゃったのこれ。大地さんのなんだっけ、冬か。いやでも49から9しか上がんないな、きついな、上がんな、やばいぞこれは。京也だと11上がるね。京也も36しかないの。あ、でも京也は別に冬は引かないんだよね。そうだよね、京也は別に冬はいいんだ。アイニュクライネだけだ。じゃあハルキュンのこの32をやっぱなんとかしないといけないな、うん、こんな内容で練習しますか。あ、アイテムが何もない。アイテム買いに行こう。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。あ、ラッパは買っとく。で習熟度2倍、うん、あ、技術2倍とか結構いいの売ってんな。アンサンブル2倍も売ってんな。ありがとうございました。うっす。とりあえずハルキュンと二人練習をして、別にここに来る必要はなかったんだけど。一応会話しとこう。ハル、こんにちは、徳川先輩も練習ですか。おい、ちょっと私についてこい。行くぞハル。32の方上げるぞ。デジタルメトロノームで27にする。ついてこい。練習ですか、わかりました。習熟度アップ。一年の計は元旦から、はい。始めましょう。頼むぞ。あ、なんかもらえる。聞き慣れた曲の違う一面に触れたことで何かがつかめそうだ。なんだこれ。なんだ。静かに。いい練習でしたね。ありがとうございました。今朝の新たな暴言ですが、いつまでもあんなことを言わせておくつもりはありません。君も結構血の気多いね。
きっちりみっちり練習して大会当日あいつの目を覚まさせてやりましょう。それじゃ失礼します。だったら習熟度上げてこい。頼むぜ。よし、じゃあコンパンコンパン、どんな時でもコンパン。やっぱりヤバい子いるな、この学校は。毎回いるな、ヤバい子。ガキ店、ガキ店じゃない、ガキ店じゃない、稼ぎたいかに、稼ぎたいんだ私は。元町通り行ってちょっとこのライバル連中に聞かせて稼ごう。よし、どうだどうだ、通りいる。右下右下。ホズミ、なんだ。いや別に怒ってねえ。怒ってるよ。集まってよ、もうちょっと。ホズミくん、チャルダッシュで、チャルダッシュで稼ぐしかないんだけど、2人か。ちょっとライバルに聞かせてる場合じゃないな、もう。ミョウガ、違う違う、マナちゃんじゃない、マナちゃんじゃない。ミョウガレイジ、気安く話しかけんな。慣れ合うつもりなら毛頭ない。おお、話す価値のない女ですまんな。よし、いやでもこれも若干距離あんな。いやー、今は稼ぎたいんだ。ちょっと稼がしてくれ。なんか微妙にみんな離れてんな。前作はもうちょっと人いたんだけどな。ダメだな、違うとこ行こう。あー、今4人ぐらいいたのに。猫もビビくれる。猫もビビくれる。ちょ、猫に聞かそう。なんかあるかもしれない。猫ボーナスがあるかもしれない。はい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 。2人しか増えない、1しかもらえない。ダメだ、猫ボーナスダメだ。あー、うん、これなら地方大会でもいい線いけそうじゃないか。おい、なになに。え、てか2つメール来てる。やあ、こんにちは。今日の昼は空いてるかな。リスと一緒なんだけど、君もどうかと思って。よかったらおいでよ、待ってるからね。待ってるからおいでよって言ったって、どうせ私のお弁当が目当てなんだろう。で、今日やからも来てる。お昼、お前昼空いてる。ハルと飯食うことになったんだけど、なんか仲良くなってる。すごい仲良くなってる。朝の剣入り合い、ハルと飯食うことになったんだけど、暇ならお前も来いよ。え、どうしよう、どっち行こう。ちょっとここ最近京屋漬けだったから、こっち行くか。変身、第一親密だっぷ。え、律は、律は、律も一緒なんでしょ。さて食べようか。あ、猫がいる。あ、さっきの聞かせたことによって猫が懐いている。ではいただこう。リツ、そういえば部のティンパニーの開会の件、ようやく理事長の OK がもらえそうだよ。ティンパニー、そうか、よかった、粘った甲斐があったな。昼食を食べながら楽しく過ごした。ああ、上がった上がった、一応上がった。で、今日やのメールって、今返してもダメ。今返信とかできない、これ。あー、できない、もう返信できない。いいよ、しようぜ、今からでもしようぜ。まだ間に合うよ、諦めんなよ。くー、さて、じゃあまた練習始めるか。2人で、あ、違う違う、稼いだからなんか買おうとしてたんだよね。でもそんな稼げなかったよな、600しかないな。とりあえずアンサンブル完成度1個買っとく。いや、これ買うとラッパ買えなくなるな。うわー、これにしとこ。はい、またの起こす。結局大した意味なかったな今の。よし、じゃあ次は誰と練習する。はるくんはもうできないから、たまにリツ行くか。リツはでも終わってんだよね、この人。自分のはもう完全に終わってるから。この人は余裕なんだよね。でも大地か、冬の大地か、冬の大地だな。9しか上がんないけど、やっていくしかないな。いや、私何も得るものがない。いや、それは嫌だな。あー、それは嫌だ。ちょっと大地さん、ちょっと一人で頑張ってください。ちょ、たまにはちょ、先生にちょっと会いに行って。ああ、ダメだ、彼とも私何も得るものがないじゃん。技術も習熟度も上がんないよ。あ、てか習熟度はもう私何も上がんないんだ。え、私頭打ちじゃんこれ。
じゃあ結局はもうみんなを育てるためだけにやるしかないんだな。じゃあ大地くん行くか。じゃあ大地くん行くか。くぅ。雨宮くんとはね、やっぱ技術を上げるときに練習したいもんな。うん。食事の後は体もリラックスした状態になる。まずは気楽に音出しから始めよう。いやもう気楽とか言ってる場合じゃないんですよ先輩。先輩もうちょっとリラックスしてる場合じゃないんですよ先輩。そういえば今朝の一件以来、京山春もすっかりやる気になったようだね。俺たちも負けていらんないな。お互い頑張ろう。リオロシア、いや私は頑張ってるからね。言わせてもらいますけど、私頑張ってますから。いや徳が、あ怖い人来た。今とっておきのネタが入ったぞ。何？天音学院の室内学部が何やら面白いことをしているらしい。え？何？おっといけない呼び出しだ。それじゃあまたな。え、何怪しい組織がないのかの呼び出し？天音学院が何かしてるったってどうすればいいの？天音学院の前まで来た行動力。主人公の行動力。え、それだけで来たの？たったそれだけの情報で来たの？あれ、徳川さん。いや、この主人公尊敬するわ。うん。どうしたんですか？うちの学校かなんかに。そうだよな。天音の、室内学部がどんな面白いことをしてるか聞いてみた。すごいな、この子、行動力。え、面白いことですか？あれかな？おー、教えろ。うちの部、これから横浜みなとみらいホールに行くんです。うん。あそこのリハーサル室を借りて練習するんですよ。え、そんな面白いことか、それ。そうなんです。ホールに慣れてた方がいいって学校が手配してくれたみたいで。ああ、まあ、それは確かにあるよね。うん。俺、大会には出ませんけど、会場のホールで演奏できるなんてすっごい楽しみです。君出ないの？お前出ないの？おい、ななみ。お、日渡りたかし。あ、はい。たかし？ああ、こいつか、たかし。なんでしょう、日渡り先輩。お前暇だよな。俺の荷物、ホールまで運んでおけよ。え、荷物ですか？あの、すみません。俺も自分のチェロがあるので、先輩の荷物は、チェロでかいもんな。はあ？一年生のくせに何寝ぼけと言ってんだ。俺は天音の代表としてコンクールに出場するメンバーなんだぜ。お前自分の楽器ぐらい自分で持てよ。代表の練習の便宜は当然最優先されるはずだよな。なんだこいつは。それはそうですけど。行ってやれ行ってやれ。ちょっと私も入ろうぜ、また。また干渉していこうぜ。そしたら、あれ、また京也が来てくれるよ、きっと。そんなにチェロを持って行きたきゃ、一度戻ればいいだろう。うん、二度でまあ。じゃあ俺の荷物頼んだぜ。あ、じゃあ私持ってくよ、私が。あ、私ちょうだい、それ。あの、いい楽器あるから、ちょっと。いい楽器屋知ってるから売りに行こうぜ。あ、いけない。あ、徳川さん。なんかすみません、変なことになっちゃって。俺すぐに荷物持っていかないと。手伝うんだ！よし、来た。置いてっちゃえば？負けないで。ひどい先輩だ。売っちゃえばっていう選択肢がない。あと、手伝うよって選択肢もない。置いてっちゃえば？え、日渡り先輩の荷物をですか？それはちょっと。あ、下がった！なんということだ！初めて下がった。日渡り先輩の言う通り、俺一年ですし。アンサンブルメンバーの手伝いぐらいしないと。それに港未来までそんなに遠くないですから。一度学校に戻ってチェロを持って行ってもちょっとは弾けると思うんです。お前、それじゃお前の練習時間が、ちょっと下克上しようぜ、下克上。俺それで十分です。ダメだって。あの俺もう行かなきゃならないで失礼しますね。徳川さんも練習頑張ってください。ちょっと私手伝ってさ、宗介に練習時間を与えてさ、下克上だ。あおりっちゃん、ああ、どうした？どうしたもこうしたもないよ。天音学園まで行ってきたんだよ、今。
やーりゅうちゃんいつも可愛いねでしょ。さあちょ練習練習って言ってももう2人練習するって言ってもあと京也ぐらいか。京也はでもアイネクライネが終わればいいんだよね。一応京也にも冬やらしとく意味あるかなそれ。えっていうかこれ私一人練習だと何もやることないよね多分。ただファンを増やすだけか。100100100だもんな。どうしよう。ちょ一回アンサンブルやるか。一回アンサンブルやろう。うん、みんなの習熟度くっそ低いけどちょっと一回合わせてみたい。うん、ちょっと人がいるところ人がいるところ人がいるところあんまりない。あどうせ人いても逃げられるからいいか。律にだけ聞かせりゃいいか。アンサンブル練習でアイネクライネを聞いてください。私たちの出来を聞いてください。いや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 、あーやばいやばいやばい、これリツ怒っちゃうよ。お前らなんでこれを俺に聞かせたって言われちゃうよこれ。やばい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 。でも24上がった。軽やかにのランクが上がりました。え？表現アンサンブルにつけて練習を一定回数以上重ねると表現のランクが上がることがあります。なんだって？ランクが上がった表現は相性の良い楽曲と組み合わせると完成度の上限が20上がります。ああ、今回はもう対立じゃなくてこっちで上げていくのかな。限界突破、力強く弾くとテンション上がるよな。音も合わせやすかったぜ。ああ、そうだ、もうこれ弾いてると強矢がぐんぐん上がってくんだ。決然と曲を弾く、お前の目にも力が宿っていた。その強さ悪くないな。この兄弟ちょろい。あ、ハルキも来た。アンサンブルが一朝一夕にはできないことぐらい分かっていましたけど。あ、違う、ハル君は出来の悪さを嘆いてるんだ。違った。あ、でも、もうみんなの習熟度はみんなに任せてとりあえずアンサンブルを完成させるっていうのもありかもしれないな。24上がるし、そうだな、それはいいかもしれない。はい。習熟度低くても48まで上がるしな。うん、でこの兄弟がガンガン上がっていくし。やばいやばいやばい。兄弟の気持ちがどんどん高ぶってる。ドグア、君にまた届け物だ。ああ、ファンから来た。やったぜ、ファンからプレゼント受け取った。レザーアムレット、安い、100円のだ。ねえ、怖い人と話そう。怖い人と。じゃあ今回如月リツのリッちゃんの好きな人を聞いていこう。この人好きなタイプとか誰にも言わないと思うんだけど、知ってんの？そんなポイポイ言うタイプじゃないと思うけど、好みのタイプ知っているか。知っているか、如月兄の好みのタイプか。正直つかみづらい、どうもやつは恋愛沙汰には鈍そうだ。やっぱり こいつでも掴んでないんだ。いくら幼馴染の君といえど時には積極的にアピールしないと気づいてもらえないんじゃないか。いや、ちょ待って待って、なんで私が攻める方向になってんの。今以上に仲良くなりたいならとにかくステレオトにだ。頑張れよ。あー、でもちょっと安心した、この子でもわからないことがある。何でも知ってるかと思ったらそうでもないんだ。はあ、よかったよかった、ちゃんと人間だった。はい、というわけで、まあ今回はやっと京也が、うん、目覚めてくれてよかったですね。うん、まあ一安心です。あとはちょっとね、こう練習をちゃんとしてくれれば言うことないんですけど、あーでも上がってきてるよね。うん、ちょっと上がってきてるから、うん、あと6日、うん、ちょっと彼らの自主練に期待してもいいのかな。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。いやー、主人公の行動力には今回驚かせられたな。すごい。